フライングホットケーキをご覧の皆さん、こんにちは。MC ラクーンです。なんと、あのホアキン・フェニックス主演でバットマンの宿敵ジョーカーの物語を描く新作映画の制作が決定したというニュースが入ってきました。ハングオーバーシリーズで知られるトッド・フィリップス監督がスコット・シルバーと共同執筆した脚本をもとにメガホンを取る。今作は1980年代を舞台にジョーカー誕生の起源に迫る内容になる。ワーナー曰く、社会に見捨てられ狂気に染まっていく男の内面を探求する骨太な人間ドラマであると同時に訓戒の物語でもあるというふうに伝えております。いや、ホアキン・フェニックスというのはなかなかの人選なんじゃないでしょうかね。この人がやるジョーカーは、いや、結構面白そうだなと思いますね。やっぱ役者としてもね、結構評価されてますから。で、僕がその予想するのは、その今回のジョーカーはダークナイト そのヒース・レジャーが演じたジョーカーってよりかは、まあ、舞台がその1980年代っていうことなんで、そのティム・バートン版のジャック・ニコルソンが演じたジョーカーの方に寄せてくるんじゃないかなって、そういう風にね、僕は思ってます。いや、でもこれ応援したいなっていう部分もあるけど、でももういいよっていう部分もあるんですよね。まあ、そのやっぱり今そのマーベルシネマティックユニバースとか DC ユニバースって、もういろんな作品がどんどんそのつながって作られてるじゃないですか、シリーズものとか。まあ、その中でやっぱりこう単独でね、あの一本の映画として作るっていうのは、やっぱり映画は2時間のものだから、そっちの方がね、俺はいいと思うんですよ。やっぱつなげられると、そのファン以外は入っていきにくくなってくるじゃないですか。だからそういう意味でその単独でやるっていう部分は応援したいなと思うけど、でもアメコミ映画はもういいんじゃねえのかなとも思うんですよね。やっぱりハリウッドって二極化が進んでるっていうじゃないですか。大作シリーズものとか、その原作ものの大作か、もしくはそのインディーズのちっちゃい、あんまりお金かけないで作ったもののどっちか。まあ、それはね、日本も一緒なんだけど、でもハリウッドはそういう意味でアメコミの部分がすごい大きいじゃないですか。大作っつったら大体アメコミものになるから、もうちょっと縮小気味かなって思うんですよね。そのアメコミ映画の中でも、まあ、その正義のヒーロー側はたくさん描いてきたから、今回みたいな悪役を題材にしたもの、まあ、ベノムとかもさ、そうだけど、まあ、そういうこうアメコミの中でちょっとした差別化を図ってるのは、まあ、変化としていいのかもしれないけど、いや、ちょっと見飽きてる部分ってありますね。それにあのジョーカーの魅力って、それ実体が見えないところが魅力だと思うんですよ。何を考えてるか、彼はどういう人間なのかっていうのが、そこが見えない、そこがね、こう彼の魅力なんじゃないのかなと僕は思うんですよね。まあ、原作あんまり読んだことないからね、わかんないんですけど、でもまあ、なんかそのダークナイトのさ、ジョーカーとかも、その自分の口がなんで裂けてるのかとか、ね、ジョークみたいに言ってたけど、どれが本当かわからないじゃないですか、彼の。そのどういう、ね、その人生を歩んできたか。そこがね、やっぱこう、底知れない怖さというかさ、ね、あのスティーブン・スピルバーグのさ、激突、あれもさ、やっぱこう最後まで、ね、ドライバー見えないじゃん、顔。だからこそ怖いんだよ。やっぱそこが見えちゃうと、なんかこう矮小化するっていうか、あ、なんかあなたも結構普通の人間なのねみたいな、そういう風にさ思っちゃってすると思うんだよ。だから今回のジョーカーは、そういうどうやってジョーカーが誕生したかみたいなものを描くって、まあ、ニュースになってるから、いや、そこ描いちゃうとなんか
ジョーカーっていう人がなんか普通の人になっちゃうんじゃないかなってね、思いますね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。